皆さんこんにちは、佐々木美希です。日本時間7月23日の18時頃から地球の静止軌道上で観測を行っているNOAAの GOES衛星で太陽からの高エネルギー粒子の増加が観測されました。しかしこの現象の原因となるような大きな太陽フレアは地球からは観測されていません。ただ太陽の荷電粒子が大量に放出される現象であるコロナ質量放出が西方向へ放出されるのが双方衛星によって観測されています。現在地球から見て太陽の西側から観測を行っている NASA のステレオ衛星の極端紫外線カメラが太陽からの高エネルギー粒子の原因となったフレアを捉えました。太陽からの高エネルギー粒子の原因は太陽の西の縁から40度も回り込んだ活動領域1520で発生した太陽フレアでした。太陽の裏側で起こった太陽フレアの影響が地球に及ぶこともあるんですね。それでは8月9日から15日までの1週間宇宙天気はどうだったのでしょうか。こちらをご覧ください。まず太陽活動です。太陽活動は11日に活発、その他の期間はやや活発でした。11日に活動領域1540で M クラスの中規模フレアが発生しました。その他に1週間を通して活動領域1542、1543などで C クラスの小規模フレアが多数発生しました。活動領域1543は面積がやや大きく、磁場構造がやや複雑な形状をしているため、今後も C クラスフレアが発生する可能性があります。今後とも太陽活動はやや活発でしょう。次に太陽風地磁気です。太陽風地磁気は1週間を通して静穏でした。太陽風速度は9日から15日にかけて低速な秒速 300km 台から通常速度の秒速 400km 台で推移しました。現在太陽面の紫外線付近に高速な太陽風の吹き出し口であるコロナホールがありますが、このコロナホールは小規模であるため地磁気への影響は小さいと予想されます。今後とも地磁気活動は静穏な状態が続くでしょう。最後に電離圏です。電離圏は1週間を通して静穏でした。高度 100km 付近に突発的に現れる電子密度の高い層スポラディック E 層は北海道で週4日前後、東京、鹿児島、沖縄ではほぼ毎日発生が確認されました。電子密度が最も高い領域 F 領域の電子密度は沖縄で9日の明け方、10日の夜中、14日の日中、15日の明け方にやや高め、13日と15日の夜にやや低めでしたが、それ以外はおおむね静穏な状態でした。日本上空の全電子数は9日の昼頃と14日の夕方、15日の夜に低緯度の地域でやや低めでしたが、それ以外はおおむね静穏な状態でした。今後太陽風地磁気は静穏な状態が予想されるため電離圏も静穏でしょう。続いて今週の豆知識のコーナーです。地球を守るバリア、地球磁気圏。地球は磁場を持つ惑星です。地球の磁力線は周りに何もなければ棒磁石と同じような形になります。ところが太陽からやってくるプラズマの風、太陽風によって吹き流されてほうき星のような形になります。地球の磁力線が伸びている領域を地球磁気圏と呼びます。宇宙空間には遠い銀河の彼方や太陽からやってくる宇宙線と呼ばれる生命に悪影響を与える高いエネルギーの粒子が飛び交っていますが、地球の磁場はこの宇宙線を遮る働きをしています。つまり地球磁気圏は宇宙線から地球を守るバリアの役目を果たしているのです。地
球磁気圏は地上の生命にとって大切な存在の一つです。以上、週刊宇宙天気ニュースでした。次回の配信は8月24日の予定です。